ニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。手ぶらで楽しめるキャンプリゾートパークパラディス大分、はい、はい、手ぶらで楽しめるということでね、レストランも併設されてるんですね。 それがアジュールな美味しいランチコースが楽しめるんですが、その締めに出てくるのがこのくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、好評なんで自宅で楽しめるものというのが6食セットで出てます、はい、これを対象商品でプレゼント。今日は金曜日なんで対象発表、その前に今週のノミネート作品紹介することにしました。はい、まずはねこれ良かったな、多分本物だと思うんですけれどもね、女性の方ですね。いつも楽しく聞いてます。夫からの勧めで今年の春からモーニングジャムを聞き始め、今では夢に中地が出てくるまでになりましたどうしても今年のうちにおもろい家族にメッセージしたくて、メッセージ、この夏うち夫私小学校1年生の長男2歳の長女4人家族、夫の両親が近くに住んでて食料品を買いすぎたから消費手伝ってとよく食料品いただいていつも助かってます、ありがとうございます。でその中に小松菜があったんです。そろそろ使わないとなと夕飯の準備を始めたところ、シンクにコツンと何かが落ちた音、茶色い石でもついてたかな、珍しいなと思いながらよく見てみるとくるくると渦が見える、もしかしてと思ってるうちにニュニュニュっと伸びてきました。そうです、殻が5ミリぐらいのカタツムリ。どうしよう、流すのはかわいそうか、逃がす、でも今時捕まえた生き物は同じ場所に返さないといけないらしいから、でも出身はどこの畑わからないとりあえずなんか容器ある、透明の方が子供たちにも見えるよねなどと一気に頭をフル回転させて、とりあえず子供たちが使っていた小さな哺乳瓶にラップと輪ゴムで蓋をして空気穴を開けて小松菜と一緒に入れました。殻が今もう4倍ぐらいになって今でもうちにいます。え、このまま買っちゃおうかなって、もう買ってるんですよっていうか夏頃の話だからもうこれはね買ってるんですすごすぎ、今更ながら買っちゃおうかなっていうかもう買ってるんですよ。本物ですよねこの人ね。本物中の本物です。本物中の本物っていうのはよくわからないんですけど、本物中本物がいてるから間違いないですさあそれからね、こちらも良かったかな、我が家のトイレの話というのは女性の方、固定費の節約のため今までより安い賃貸物件に引っ越しました。内覧の時ちょっとトイレ狭いかなと思ったけど、自営業の収入減少に伴って妥協せざるを得ないなと今の集合住宅に決めたんです。引っ越して実際にトイレ使ってみて狭い便座の正面は壁になってて、そのまま立つと頭を壁にぶつけそうというか実際ぶつけるし、立ち上がりにくい。便座正面がドアならばドアを開けて用を足すって手もあるんだけど、正面は壁で左手にトイレットペーパー、右手にドア、両脇も狭くって体の方向転換するのも一苦労。どうにか頭ぶつけないようにスムーズに用を足すためにドアを開けて便座に横向きで座ってみることを試しましたが、そうするとトイレットペーパーが背中にあるんでトイレットペーパーが取れない。試しにトイレットペーパーを先に取っとくっていうことをやったんだけど、それを置くところもない上に商用に取っておいても台に変更になった時は細かいな、ご説明が細かい計画通りにいかないっていうね、そういうこともあるんでしょう。いろいろ考えた結果下着まで脱いで入ることにしました。パンツまで脱いで便座に足を大きく広げて座ることで足を置く位置が少し後退し、壁に頭をぶつけることなく立ち上がることができました。ただ引っ越した時はまだ暖かい時期だったんですけど寒い。そうでしょうね今の時期は寒い。中地、なんかいい方法ないでしょうかっていう。面白いね。面白すぎる。それからねこれも良かったんだよな女性の方なんですけどね、
街はクリスマス一色ですね。先日年に一度の美容組合の懇親会があのリッツカールトンで行われ、思い出しました。今から45年前、小学校5年生だったと思います。長崎諫早のニュータウン、6畳2間4畳半1間の県営住宅に住んでいた我が家。父は紳士服の工場で職人として働いて、母はパートでクリーニング工場勤務。11月下旬か12月上旬、母の職場の忘年会が長崎市内のワシントンホテルで行われて、帰宅してからとっても嬉しそうに、素晴らしいホテルで食事も美味しくって、クリスマス家族を連れて行きたいと言い出したんです。その頃の私はとにかく肉が大好きで、食べたことないステーキを食べたい食べたいとずっと言い続けてました。でクリスマス当日の25日、予約もせずにワシントンホテルに父母四つ違いの兄私で向かいました。ホテルの正面玄関は回転扉になってて、一歩中に入ったらふっかふかの赤い絨毯に小学生の私は大興奮。レストランはホテルの最上階、エレベーターを出たら夜景が綺麗に見えるレストランの入り口。店内はいかにもお金持ちしそうな人たちがグラスを傾けてディナーを楽しんでる。え、クリスマス当日だよね。予約もなしに明らかに離れしてない4人家族。父は仕事着のジャンパー、兄は12月というのに半ズボン、私はオーバーオール、母もおしゃれしてる風には見えない普段着。しかしさすがワシントンホテルの接客、明らかに場違いの家族にもカウンターでよければと案内くださって、で4人全員に配られたメニューを見てびっくり。その頃の私のお小遣いが1日50円で日曜日が100円、当時ステーキが一番下のランクでもそのワシントンホテル1人前5000円ぐらいだったと記憶しています。そうですか、5000円って1回の食事で、しかも1人前が4人食べたら1ヶ月の食費ぐらいになるじゃないと大丈夫？無理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 。私はメニューの中でなんか安いものないかずっと探して、そしてハンバーグステーキ2800円を指さして、これがいいって母に伝えたら、なんねあんたステーキが食べたかったっちゃなかとね、ステーキにせんとねと言ってくれましたが、とても5000円のステーキなんて当時の私にしたら頼めませんでした。出てきたハンバーグステーキは側面をベーコンで巻かれてる見たことないような豪華なハンバーグステーキ、とても美味しかったことだけは覚えてます。父も母も兄もステーキを頬張りながら、うまかーと満足そう。フロアではサンタクロースが各テーブルを回って記念撮影、カウンターの私たちの家族のところにも来てくれて、当時流行っていたポラロイドカメラで撮影された写真には笑顔の両親と兄に対して、場違いなこの場所から早く帰りたいなと思っていた私が固まって写ってました。そうですか、ね、なんかね、えまあお母さんはもちろんね、あのこれぐらいはかかるって分かってたから、うん、お父さんも お母さんもねお兄さんもやっぱステーキ食べたんだろうけれども、ね、奮発してね、なんかこうね小学校5年生でなんだかんだがこう分かるようになったから、うん、ついつい遠慮したっていうね。本当です ね、優しさからなんでしょうけど、そういうことをやっぱ思い出すんだよな、思い出すでしょうね。さあそれからね、こちらは60代のおじいさんですね。私を襲った人生最大のピンチ、ゴールデンウィーク前のこと、いつものように夜妻と一緒にお風呂に入ってました。するとなんと突然私の息子くんが元気になり、え、なんだなんだ。そこで私はしばらくこの状況の原因を考えました。そうだ、これは神の啓示ならぬ息子の啓示ではないか。息子よ、今日はスタンバイ OK だなと私はすぐに息子の啓示を実行、しかし目的は果たせず撃沈。その上妻から、いつも雰囲気が大事って言ってるでしょ。シュンとする息子、そうか息子よ、お前も心が痛いか、そうだよな、俺もだよ、心が痛い痛い痛い痛たたた痛い。そうなんです、息子くんではなく、たまたまに今まで感じたことのない激痛。男だったら誰でも経験する、たまたまを蹴られた時に感じる痛みとは違って、手でたまたまを握りつぶされてるかのような激痛、それが延々と続く。痛い痛い、全身ずぶ濡れでたまたま押さえながら浴室の床にうつ伏せになり、ずりずりと悶絶しながら進む老人。どういうこと。
で救急センターに行ってね、はあ、で結局それはあのなんていうかね、たまたまにあののちょっとねあの血液の流れがっていうことで、生息静脈瘤瘤ですね、コブみたいなのができて血の流れが悪くなったっていう。うわそうでしたか。薬で大丈夫だったらしいですけどね。よかったよかった。おじいさんが気をつけなはれやということでメッセージくださったのと、あとは、クリスマスにまたまたこれおじいさんからのメッセージなんで、孫が4人いる65歳、当主こあ公私ともにおじいさんですと、若さみなぎっていた私の思い出と、あ最初の女房と付き合いだした頃のこと、お泊まり旅行に行こうと計画、積雪ありということで大変になってしまったっていう、その、おじいさんからの2つもありました。これもすごかったんですけどね、はい、どれも良さそう。どれが良かったでしょう。でもワシントンホテルの思い出かな。やっぱそう。はい、あ、うん、あこれも良かったんだけどね、ちっちゃく産んで大きく育ったっていう、相当大きくなった息子さんの話。でもやっぱワシントンホテルかな。はい、ステーキ、うん、大賞決定おめでとうございます。表彰状、ステーキ殿、あなたの家族はこの度その面白さが認められ、 FM 福岡モーニングジャムおもろいクツク大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮し、日本と世界の平和に貢献してください。2023年12月22日 FM 福岡モーニングジャムおもろいクツク委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、パラディソ大分内のリストランテアジュールルナで提供されているコンソメスープかけ焼きおにぎり6食入りセットをプレゼントです。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ。お楽しみに。